リトナビルは、高レトロウイルス効果を持つ、プロテアーゼ阻害薬の一つであり、人免疫不全ウイルスや、C 型肝炎ウイルス感染症の治療に使用される、医薬品である。ノービア、カレトラ、ビキラックスの商品名で、アッピから製造を販売されている。リトナビルは、ハート両方に取り入れられている場合が多いが、抗ウイルス効果よりもむしろ他のプロテアーゼ阻害薬の、 分解抑制を期待して使用される。この阻害効果によって、他のプロテアーゼ阻害薬の血中濃度が上昇し、より少量の投与で薬効を期待することができる。この考え方の下で、ロピナビルとの合剤が開発されている。オムビタスビルおよびパリタプレビルとの三剤合剤が C 型肝炎の治療に用いられる。リトナビルは、風必須薬品モデルリストに収載されている。 HIV 感染症リトナビルタン剤で特に注意すべき副作用は、錯乱、痙攣発作、脱水、高血糖、糖尿病、肝炎、肝不全、過敏症、中毒性表皮へ死ゆ解消、皮膚粘膜癌症候群、出血傾向である。また、5%以上に発現する副作用として、悪心、下痢、嘔吐、腹痛、消化不良、食欲不振、 異常感覚、頭痛、めまい、敬民、口周囲感覚異常、味覚搭作、知覚過敏、無力症、咽頭炎、発疹、血管拡張がある。ロピナビルリトナビル配合剤では重大な副作用として、水炎、除脈性、不整脈が追加される。高血糖症は、脂肪細胞及び筋細胞におけるリトナビルの直接的グラット4阻害作用によると、 考えられている。この作用は、インスリン抵抗性を生じ、2型糖尿病の原因となる。リトナビルが、シトクロム P450 を、競合的に阻害し、また、サイプ 1A2 を誘導することもあるので、下記の薬剤を服用中の患者には近畿である。キニジン、ベプリジル、フレカイニド、グロッパフェノン、アミオダロン、ピモジド、ピロキシカム、アンピロキシカム、エルゴタミン、 ジヒドロエルゴタミン、エルゴメトリン、メチルエルゴメトリン、エレトリプタン、バルデナフィル、シルデナフィル、タダラフィル、アゼルニジピン、リファブチン、プロナンセリン、リバーロキサバン、ジアゼパム、クロラゼプサン、エスタゾラム、フルラゼパム、トリアゾラム、ミダゾラム、リオシグアト、ボリコナゾールリトナビルは、もともとは、HIV プロテアーゼ阻害薬として開発された。年では、 抗ウイルス活性を期待して用いることは稀で、他のプロテアーゼ阻害薬の効果増強を目的に併用される。具体的には、リトナビルは患者の肝臓でのサイプ 3A4 によるプロテアーゼ阻害薬代謝を阻害するため、低用量のリトナビルは他のプロテアーゼ阻害薬の効果を増強する。これは1997年に発見されたもので、プロテアーゼ阻害薬及び、 ハート両方の副作用が大幅に減少した。この効果は他の様々な医薬品の効果にも影響を与えるが、その大きさを正確に予測することは困難である。米国におけるリトナビル承認前後での HIV、関連死の水リトナビルは米国で7番目の高レトロウイルス薬かつ2番目のプロテアーゼ素外薬として f d a 1 9 9 6年3月に承認された。 リトナビルの承認後2年間で、米国での HIV 関連死は、年間5万件から1万8000件に減少した。日本での承認は1997年11月であった。2014年12月には米国で C 型肝炎治療薬の成分として承認された。リトナビルは発売当初は、冷蔵を必要としないカプセル剤であった。この製剤の結晶は現在は、 ガ型と呼ばれている。しかし、他の多くの医薬品と同様に、リトナビルにも結晶多形が存在する。異なる結晶型は溶解性が異なり、従って生物学的利用能も異なる。開発中にはガ型のみが知られていたが、1998年、より自由エネルギーが低くより安定な通型が発見された。通型は安定性が高いがゆえに溶解性が低く、 生物学的利用能の観点からは、好ましくない。そのため、市場から、蛍光カプセル剤が回収された。痕跡量の通型結晶が混入しただけで、I 型結晶から通型への転換が起こる。通型結晶は溶解性が低く、服用しても治療に必要な濃度に到達しないので、通型は混入してはならないが、混入が避けられず、精細工程が滞った。 1990年代以末には、この解決策が見つかるまでの間、カプセル剤から内容液への切り替えが行われ、その後用冷蔵のゲルカプセル剤とすることで、当面の決着を見た。2000年には、冷蔵不要の錠剤が承認された。リトナビル単剤では、フィルムコーティング錠が2010年2月に承認された。 日本でも1997年の承認取得時は高カプセル剤であったため、1998年8月に液剤を承認申請し、同年9月に承認された。それに続いて1999年8月にソフトカプセル剤の承認を取得したが、2011年2月にフィルムコーティング場の承認を取得し、2012年5月末日付で、 ソフトカプセル剤の承認を整理した。ありがとうございます。